イーグルス先発は前回第4次戦で移籍後初勝利をマークしました福井です。その福井が立ち上がり先頭バッター金子裕二にヒット、で秋山外崎連続フォアボールで満塁、山川は三振に取った後森に押し出し1点を献上します。でライオンズはこの後中村ショートゴロの間に追加点2対0として、そして当たっている栗山を迎えます。2ボールからの3球目でした。栗山のタイムリーでライオンズが福井の立ち上がりを攻めて3点を取ります。そのライオンズ先発は地元仙台出身の本田圭佑です。本田の方は立ち上がりからリズムよくランナーを出しましたけれども、こう浅村をダブルプレーに打ち取りました。ゼロで終えた初回のピッチングでした。福井2回です。金子裕二のこの当たり、今日レフトに入っている大声、いいプレーがありました。ここから福井が乗っていきます。これで2アウトになると、2番の秋山セカンドゴロに打ち取って、この回は3人で終えるピッチングでした。3対0ライオンズリードで、ゲームは4回です。この回2アウトランナー3塁2塁でオコエ、この当たりが1、2塁間いいところに飛びました。ランナー2人帰ってきて、オコエはセカンドタッチアウトになりましたけれども、これが2点タイムリー、イーグルスが3対2、1点差と迫ります。5回です。福井は2アウトランナー2塁。2回以降はまっすぐを中心に組み立てて立て直してきました福井。結局5回3失点でマウンドを降りました。その裏、本田勝ち投手の権利から5回ですけれども、2アウトランナー2塁1塁で浅村を迎えます。勝ち投手の権利まであとアウト1つというところ。しかし浅村がヒットを見逃せませんでした。逆転の3ランホームラン。自身通算150号。締めの一発でイーグルスが5対3逆転に成功します。貴重なところで浅村に締めの一本、一発が出ました。6回です。高木隼人を攻めてライオンズは、ライオンズからこれイーグルスは満塁のチャンス。今日1番の茂木、宇宙歓迎、これが2点タイムリー。茂木はこれセカンドオーバーランでタッチアウトになりましたけれども、ただ貴重な追加点が入りました。6回です。9回です。イーグルスの方は石橋がマウンドに上がったんですけども、その石橋がノーアウト満塁のピンチを招いて松井裕樹にスイッチ。その松井裕樹、この先にセンターへのタイムリーを許します。これで7対4、なおもノーアウト満塁、一発が出れば逆転というところ。ここで山川、森、中村というホームランのある3人を迎えます。しかし松井、山川、森連続三振で2アウト、ただ一発が出れば逆転というところ。最後は中村をショートゴロに打ち取ってゲームセット、7対4イーグルス勝利。これでライオンズ相手開幕から負けなしの4連勝ということになりました。